2022年12月9日、奥羽本線の板谷駅と大沢駅で、冬期間において全列車が通過、つまり営業休止すると発表がありました。奥羽本線といえば、赤岩駅が降りたら危険、遭難するという秘境駅が廃止となった記憶が新しいところです。山形新幹線が走り抜ける路線ではありますが、福島と米沢の間にある板谷峠は豪雪地として知られています。峠をトンネルで通すという計画もあるようです。今回は冬休止となる板谷駅と大沢駅の一つである大沢駅の方へ向かってみたいと思います。山形新幹線は多く走っていますが、普通列車はたったの6往復しか走っていません。福島駅7時14分の始発列車で向かってみます。この719系5000番台は1991年製造の30年もの新幹線用の広いレール幅に対応した珍しい車両なのです。今となっては貴重な719系電車です。山形新幹線用の福島駅アプローチ線工事により、奥羽本線福島駅から庭坂駅の間は日中代行バスとなっていますが、朝のこの列車は福島駅から乗ることができます。福島を7時14分に出発したら、7時49分に大沢駅へと到着します。福島駅から庭坂駅までは住宅地を走り抜けますが、庭坂駅を出発すると福島県らしい果樹園が広がり、庭坂の大カーブへと入ると板谷峠、豪雪地へと進みます。赤岩、板谷、峠、大沢、4連続スイッチバック駅で有名な難所でしたが、山形新幹線開業でスイッチバックは廃止、4つの駅は存続しましたが、2021年、赤岩駅が廃止となりました。赤岩駅は2012年から冬期間全列車が通過、2017年からは一年中季節問わず休止状態でした。集落まで遠く離れていて、間違えて下車したら遭難の危険もあるということで、乗降数もゼロ、廃止ということになってしまいました。廃駅後もホームや設備も残っていましたが、いつの間にか駅設備は撤去されてしまいました。まもなく板谷です。お出口は左側です。Thank you.
17時38分、最初の秘境駅、板谷駅に到着です。鉄道設備を雪から守るために、駅全体がシェルターで覆われています。この駅も2023年1月10日より、冬期間は休止となります。峠駅は力餅という餅を駅ホームで立ち売りしていることで知られています。この駅は冬期間休止の対象ではないので、今後も駅を利用することができます。この美しい雪景色を眺めていたいというのは、たまにしか乗りに来ない旅行者の考えですが、日常的に使う立場からすれば、トンネルを通して利便性を高めてほしいという考えが真っ当なのかもしれません。少子高齢、人口減少の日本で、これだけの大規模トンネルの必要性も疑問ではありますが、難しい問題です。7時49分、目的の大沢駅に到着です。下車したのは私だけでした。乗った人もいなかったようです。1日の乗降平均は3人前後のようです。電車が走り去ると、静けさに包まれます。瞬間的に異世界へ降りてしまったような気にもなります。住所で言うと山形県米沢市。しかしここは山奥の秘境なのです。帰りは8時20分の福島行きに乗らないと13時13分まで秘境に取り残されてしまうので、急いで駅の外まで行ってみたいと思います。駅全体がスノーシェルターに覆われていますが、豪雪地の寒さはやはり厳しいです。間違えて下車したら危険というのもわかります。待合室もありますが、当然暖房はありません。ここもスイッチバック駅でしたので、急線を通って昔の駅があった方を目指します。急線には線路メンテナンス用の車両が置かれています。採石散布用の車両でしょうか。
山形新幹線開業前、スイッチバック時代の駅ホームが見えてきました。線路は完全に雪に埋もれています。この旧ホームにはトイレがあります。大沢駅のトイレはここまで歩いてこないとなりませんので、少々大変です。しかしながら、通路の除雪がしっかり行われているおかげで、歩きやすいものです。1日平均3人の利用者のためにありがたいものです。山形新幹線のシノーシェルターに積もった雪の量がものすごいです。除雪しないとこの量が積もるわけだと思うと驚きです。駅前までしっかり除雪されています。除雪の跡を追ってみると集落の方へ続いています。もしかしたら JR が自治会に除雪を委託しているのかもしれません。もし詳しい人がいましたら、コメント欄で教えていただけたら嬉しく思います。帰りの列車までもう残り時間がないので早めに戻ります。乗降数も1日平均3人で、今後増える見込みもないとなれば、民間会社である JR が休止にしたいのもわかります。もしかしたら赤岩駅のように廃止へと進んでしまうかもしれません。今回は8時20分の列車で戻るので、約30分急いで大沢駅の様子を見てきたので、寒さはわずかでしたが、何時間も列車が来ない時間帯に防寒対策をしないでここの駅で過ごすのは厳しいと感じました。次の動画では、板谷駅にも行ってみたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。